はい、こんにちは。4月の24日水曜日の日替わり竹部でございます。実は本日の午前中でございますけども、日経 CNBC さんの日米エクスプレス、マーケットリレーという番組に、こちらの方、日米マーケットリレー、朝エクスプレスですね。これ番組も間違うと非常に叱られてしまいますが、そちらの番組に出させていただきました。で、こちらの方でですね、ちょっと原稿こちらなんですけども、こちらっていうと非常にややこしいですが、番組の原稿あまりお見せするとよろしくないのかもしれませんが、昨日のポイントは1点、1つ、オバマ大統領の負傷、もしくは、ホワイトハウスが爆破させられたというような偽ツイッター事件が大きなポイントですねというふうにして、実は番組内で申し上げたんですが、そこをですね、もう少し掘り下げていくと、こういうような形もちょっと見えてくるのかなというところで、今回こちらをご覧になっていただければと思います。ここが1ドル100円意欲へのポイントと題してお送りさせていただきますが、見解は非常にシンプルでございます。竹部のイラスト矢印指しておりますが、この AP 通信のツイッター、偽アカウント、ハッキングされたというところで、ホワイトハウスの爆破、そしてオバマ大統領が負傷なされたというような遺憾報道でドル円相場が大きく動いた場面がありましたが、何故に98円台の半ばで止まったんだろうねというところが、思惑、推測を広げているところでございます。3度目の1ドル100円をトライした時の起点も98円台の半ばからだというところで、この水準はどうやら硬いぞと、それは輸入企業ないしは機関投資家、もちろん生損保なども含まれるでしょう。こういったところがやはり上値を見ているんじゃないかと、経団連を含めた財界からはこの辺がいいんじゃないかというような話が出ている一方で、1ドル100円はやっぱりこなさないと気が済まない向きがいるんじゃないかというような観測が強まっております。そうした意味では本日が水曜日、そして木曜日、金曜日とゴールデンウィーク本格的に始まる前での今週末あと3日間ございます。今夜含めて3日間ございますが、いつですね1ドル100円超えてもおかしくないよというような動きが当然出てきても、不思議ではないということ、こういったところをですねちょっとご留意していただいて、98円台の下、そして半ば、そして100円水準というところからどちらにブレイクするにしてもリスクが当然伴うぞと、リスク管理はしっかりしてくださいねというところで、ちょっとオチが非常に不透明なところではございますが、ドル円相場、佳境に入ってきているというところで、今回こういったタイトルでご案内させていただきました。お取り組みの際は十分ご注意していただければと思います。以上、4月の24日水曜日の日替わり竹部でございました。